で、上総アノテーションスイート、まあ、大きく、まあ、この3つ a.kazusa.or.jp で、ナビ kazusa.or.jp、ウィキ kazusa.or.jp の3つで、構成されています。で、今日はa.kazusa.or.jp の、お話をしていきたいと思います。で、a.kazusa.or.jp を開いていただきますと、まあ、上総アノテーション、一つ一つの遺伝子に対するアノテーションというのは遺伝子に対する注釈のことをここでは指しています。で、ある遺伝子が、まあ、どういう遺伝子の名前になっているか、それからその遺伝子に関わる論文が、どのくらいあるか。で、ここはその情報を蓄積したキュレーターさんの名前ですけれども、それから、論文の中でどういうことが書かれているか、どこに書かれているかみたいなことが、タグクラウドになって、まあ、たくさん出てくる単語は大きく、で、めったに出てこない単語は小さく表示されるというような形で表示されています。で、まあ、これをコーディングしている中尾君が保証したので多分間違いないですが、同時アクセスすると多分落ちますので、バラバラバラっとやっていただきたいと思います。なので、まあ、今お話した通り、話している間バラバラバラっと実習を進めてみていただけると嬉しいです。で、これ開発しているカズサというところはですね、カズサ DNA 研究所というところでして、千葉県が、主にファンディングしている財団法人です。で、まあ、東京の海岸あたりにありまして、木更津というところにあります。で、僕らは日本で一番最初にできた塩基配列決定を専門にやる、グループ、研究所ということになります。で、シーケンサー室にはシーケンサーがゴロゴロありまして、で、今までに、まあ、白犬ナズナというのは植物の、まあ、症状外に相当するもので、まあ、非常に有名なものですが、これ国際コンソーシアムの6箇所のうちの1箇所として決めました。で、それから、卵巣ですね、酸素発生型の光合成、まあ、いわゆるこいつが卵巣というやつが、植物の祖先に共生して、細胞内共生して光合成、葉緑体になったと、まあ、言われているやつですけれども、その、まあ、葉緑体の元になっているバクテリアをいくつか決めています。で、それから、根粒菌ですね、これはマメ科の植物の根っこに共生して窒素固定を行うバクテリアですが、まあ、こういうものを決めています。ですから、炭素の固定、空気中からの炭素の固定と窒素の固定を行う生物を中心にゲノムをガンガン決めています。で、それから、マメ科の植物のミヤコムサというのを先日リリースしまして、今、データアセンブル中なのがユーカリです。で、ユーカリはコアラの食べ物だから有用というわけではなくて、皆さんが日々使っているティッシュペーパーというのはこれはほぼユーカリでできています。で、まあ、紙の材料として極めて重要な生物です。で、それからトマトを国際コンソーシアムの、一員として今決めています。まあ、だから植物と、まあ、植物関連微生物のゲノムを片っ端から決めているという場所になります。で、まあ、皆さん今からこれから研究室に入ったりして、実験していくわけですけれども、まあ、ゲノムが世の中バン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 決まっています。で、どんな生物種を扱うにせよ、その生物あるいはその生物に禁煙種のゲノムデータというのがもう必ずあります。ほとんどあると言っていいと思います。だから実験をするときに皆さんはゲノムデータを使い倒していただきたいわけです。でも、まあ、どうもデータベースというのはなんだか使いにくいというところがあります。で、データベースといってもですね、その、まあ、データベース本体はこのドラム化みたいなところにデータがいっぱい収まっている。で、皆さんがご覧になるのはこのインターフェースの部分ですね、ウェブの部分なんですが、まあ、なんかこの辺に問題がありそうだということになります。で、塩基配列を決定するというのはもうこれは今や測定の問題でして、技術があればちゃんとできる。ただ、それを解釈してどこにどんな遺伝子が乗っかってるんでしょうねというのをちゃんと解釈してあげて、で、提供してあげる、いいデータベースにして、使いやすいデータベースにして提供してあげるというのもここら辺が多分不十分なんですね。で、これをちゃんと使いやすくしましょうよというのを、まあ、統合データベースの、一つの方向性というかチャレンジということになると思います。で、特に僕らが今このカズサアノテーションというやつを作る、まあ、きっかけというか一番のモチベーションになっているのはデータベースの記述そのものが怪しくねというところなんですね。で、例えばデータベースを見ていただきますとですね、ある遺伝子に対してシミラートゥーシミラートゥー RNA メチルトランスフェレースとか書いてあるんですね。で、これはこの
RNA メチルトランスポレースという遺伝子があったデータベース中に登録されているものを見て、それによく似た配列なのでシミラーと言ってつけたんですけども、でそれでデータベースに登録されていて、それにまたよく似た配列があったのでシミラーとシミラーと RNA メチルトランスポレースみたいな名前になっている。どうもこれは怪しい、本当にそうなのかみたいなところがあります。あとはコピー&ペーストのミスっちゃってるのがあって、ストロングリーイミラートゥアスパルテートアミノトランスフェレースとか書いてあるのがあるんですけど、このイミラーってなんかこう知らない単語だなと思って辞書引いても絶対出てこないんで、これはシミラートゥの、S を落としちゃったコピーペーストエラーですね。でプレディクテッドメチルトランスフェレースっていうのこの本当は最後に E がつかなきゃいけないところをコピー&ペーストしちゃったっていうみっともないものがあって、でもっと深刻なのはですね、コンテインドシミュラリティトゥ DNA バインディングプロテインという名前のアンノーンプロテインがあったとして、でこれは DNA バインディングプロテインと一部似ているからこういう名前がついているんですけれども、で DNA バインディングドメインが全然別のところにあったとしてもこういう名前が自動的についちゃう場合があるんですね、オートマティックアノテーションしていると。でそうするとこれ DNA バインディングプロテインかなと思ってこの配列取ってきたり実験したりしても全然 DNA にバインドしない、まあ、当たり前な話ですが、こういうものがゴロ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 実際、塩基配列の注釈アノテーションというのはこういうのがゴロ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 している現状です。で、改善しなきゃいけないわけですね。で、改善するときにじゃあ何使いましょうということなんですが、ここで最近よくそのアノテーションの改善に、こういうのを使ったらいいんじゃないかと言われているのはコレクティブインテリジェンス集合値というやつです。で集合値とは何ぞやということでですね、先ほど来何回も、言ってますように、ググれということです。でコレクティブインテリジェンスとか入れてやってググりますと、トップの方にウィキペディアのコレクティブインテリジェンスとはこういうものですよみたいなのが出てきます。で、これそのものがですね、その集合値の見本みたいなもんでして、みんながいろんな人がウィキペディアに書き込んで、偉い人が書いてるわけじゃないですね。みんなが書き込んで、それが、地を形成しているという状況にあります。で、例えば九州大学なんていうのを今ウィキペディアの日本語版で引いてみてもいいんですけれども、やたら遠隔やら何やら今移転中とかやたら詳しいことが書いてある。これは誰か偉い人が書いているわけじゃなくて、みんなが書いた情報が、非常に役に立つ情報になっているものです。でこういうやり方をですね、みんなで書こうっていうやり方を、その遺伝子のアノテーションあるいはアノテーション改善に使いましょうというのはもうみんながいろいろ考えていることで、例えばミツバチのゲノムを決めた人たちが、コミュニティアノテーションですね、遠隔地でインターネットを経由してアノテーションを集めましょうみたいな、コメンタリーがあったりですね。で、昔々決まった微生物で非常に怪しい、あるいは、その後にいろんな生物のゲノムが出てきてもっと精度高くアノテーションができるようになったリアノテーションですね、遺伝子の名前を付け直しましょうみたいなことに、ウィキですね、まさに今のウィキみたいなものが使えるのではというようなオピニオンが出ていたりします。で、我々はこれ、ウィキではなくてさらにもっとオープンな方法を一つ作ってみました。それがカズサアノテーションです。で、これはソーシャルブックマークという仕組みによるゲノムアノテーションでして、で acasa.orgp を開いていただくと分かるんですが、僕らのゲノムを決めてゲノムの上にこんな風に遺伝子がありますよというアノテーションデータベースを作って登録皆さんに提供しているわけですが、僕らは生物の全ての現象の専門家ではないですから、僕らがつけたアノテーションはただ怪しいところがあります。でユーザーさんが、インターネットの僕らのサイトを見てなんかこれおかしいねと思ってみたり、あるいは僕ら の, 情報を使って実験してみたい、ペーパーが出ました、論文が出ましたみたいな時に、これまでのやり方だとその疑問に思ったコメントであるとかペーパーとかがすぐに、僕らのサイトには反映できないわけです。でこういうのをガサガサガサとですね、ユーザーがどんどん反映できるようになると、いいですねということですね。例えばこの遺伝子は今わーわーわーといろんなユーザーがいろんなことを言う、それは違うだろうとかギャーギャーこうフレームになっていくとすると、この遺伝子は面白いということが分かったりするわけです。で、ソーシャルブックマークというのは何かというと、ブックマークです。ただ普通のブックマークは皆さんのパソコンの中に、皆さんが取っておきたいページのタグが残るわけですけども、ソーシャルブックマークというのはインターネット上に、そうしたこのページですね、これは僕らのデータベースの中の一つの遺伝子のページですけれども、
このページに対するブックマークと、それからコメントが付けられるという仕組みです。で、みんなが、あなたが付けたブックマークを他の人が見ることもできる。だから、この僕らが作ったページに対して、これは僕らがそうは言ってないんだけど、これはファイトクロームですよとかですね、 CPH1 という遺伝子名ですとか、他の遺伝子名も付いてたよとかですね、で論文出てたよとか、壊したけどフェノタイプがよくわからないとかですね、まあ、こういうことがどん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 、ブックマークとしてネット上に蓄積できるという仕組みです。で、それがまあこのガズさんのテンションということになります。で、書き込む、誰でも書き込めます。ただ、何回かさっきから出ているオープン ID というやつを取っていただく必要があります。で、これは統合データベースセンターが提供していますオープン ID DBCSJP に行っていただいて、自分がメールを受け取れる環境でこれを取っていただければ、誰でも書き込むが可能です。で、まあ、こういうのを去年作ったんですが、まあ、作ったとさ、使えつってもなかなかこう誰も使ってくれませんので、フィジビリティスタディを行いました。まあ、つまり、この仕組みを使ってたくさんデータを蓄積してみてどのくらい役に立つかということを試しにやってみました。で、これはジーンインデクシングというやり方で、まあ、論文、僕らが、やっているその卵巣ですね、光合成、酸素発生型光合成細菌のある遺伝子に関する論文があったら、もうそれは全部片っ端から持ってきて、で論文の中に、まあ、例えばサマリのところにですね、遺伝子の名前らしいものがあったらマークする。で、イントロのところにあったらマークするとか、あるいは、まあ、フィギュアの中に遺伝子の名前が出てきたら全部マークするみたいなことをやります。で、それぞれ、どこに書いてあったよというのを先ほどの仕組みを使ってですね、ある遺伝子、まあ、パンベド ID というのはこれは論文の ID ですけれども、ある論文で、遺伝子の名前がこういうのがついてた、で、それはイントロダクションに書いてたとか、フィギュアの位置に書いてあったよみたいなのを、ざーっとやり尽くしました。で、シネコシスティスという僕らが最初に決めた光合成細菌では、得られる遺伝子の名前が書いてある1300項ぐらいあったんですが、その 98%、1286項の、タイトルとかアブストだけじゃなくて、本文とかフィギュアも含めて全部の場所情報を書き込み、その蓄積しました。今のカズさんのテーションに蓄積しました。で、これも卵巣ですけど、別の種類の卵巣を始めてまして、で、窒素固定細菌と、それから、マメ科の植物についても始めています。で、まあ、植物と植物関連生物の、遺伝子に関する論文情報をガンガン突っ込んでいくというところです。で、まあ、そういうふうに突っ込んでますので、カズさんアノテーションを見ていただくと分かるんですが、そのある遺伝子に関する、論文の情報、まあ、シネコシスティスですねに限って言えば、ある遺伝子に関する論文の情報は網羅的に全部ここから引っ張り出すということができます。で、まあ、超活用例としましてはですね、今の、遺伝子と論文の関わりを全部、絵にしてみると、まあ、こんな感じで、なんかまあインタラクトームみたいなものを書けるわけですね。で、僕らこれを論文全部、論文の網羅的にやってますよという意味でビブリオームと呼んでますが、全部の投入データですね、1240のフルテキストペーパーで、この論文と遺伝子のつながりというのが10783で、緑色の丸が遺伝子で、グレーの四角が、論文ということになります。で、まあ、行がサイトスケープという、よくこういう用途に使われるもので、描画するとこんな風な花火が描けるわけです。で、あまりにもぐちゃぐちゃなので、光合成系の、ところだけ引っ張ってきますと、例えば、光合成系1、光合成系2とか ATP シンテース、エレクトロン、まあ、電子伝達系ですね。で、サイトクローム、BOKF コンプレックスであるとか、光合成系2のスモールサブユニットはこの辺にクラスター化する。まあ、自動的に、これ僕らは手で動かしたわけじゃなくて、自動的にクラスター化しているわけです。まあ、同じような論文に、何回も同じような遺伝子が出てきますので、まあ、クラスター化してこうきれいにまとまるようなことが、わかります。で、これのいいところは、例えば、まあ、ある遺伝子に関わる論文を全部読みたいと思ったら、カズさんのノーテーションに行って、ある遺伝子を全部の論文を全部引っ張ってくることができる。で、その論文でまた別の遺伝子へのパスを、引っ張ってくることもできます。で、まあ、こうしたデータを突っ込んでみたので、まあ、ぜひ遊んでみてくださいというところです。で、その他にですね、ナビとかですね、これはソーシャルネットワークですね、ミクシーとかで遊んでいる方も多いと思うんです。
ですが、まあ、それ の学術版みたいなものを作っています。でそれから、細かいこうして蓄積した細かいデータをある程度取りまとめたい時のためにウィキも用意しております。で、この部分ですね、カズサアノテーションをの利用例というのをやってみますと、まあ、例えば、今ここでみんながやーとアクセスすると大変なことになるかもしれないんですが、a.kazsa.orgp を開いてみますと、こんなふうなものが出てくるはずです。これカズサアノテーションのトップページ。どうでしょうかね、全然返ってこなかったりしますかね。で、その中で、右上の検索窓にですね、シネコシスティス PSBA とこう入れてあげて検索をしてあげますと、何をやるかっていうと、酸素発生型の光合成細菌のシネコシスティスの光合成系2の遺伝子の PSBA というものをのアノテーションを全部、表示しなさいねということになります。で、実行しますとこんな感じでシネコシス PSBA で検索結果がこういうふうにザラザラザラっと返ってきます。遺伝子の名前として PSBA というものを持っているものがゾロ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 と返ってくるはずです。なんか困ったら手を挙げてください。で、例えばその Google でもこれ僕らのこのデータベースを公開してますから Google でも検索できて Google で SLL1867 って今の検索結果のトップに出てきた遺伝子ですね。SLL1867 という遺伝子 ID を持っているものっていうのを Google で検索してあげますと、トップに結果が出てきますが、2番目、3番目がこれ我々のデータベースの一人ですね。で、4番目にカズサアノテーションで誰か、鹿島さんという方がつけたアノテーションとしてこの遺伝子に関わるアノテーションが出てきています。こんなふうにカズサアノテーションからいかなくてもですね、Google にいきなり遺伝子 ID を入れて検索するというのも、結構役に立つ検索方法で、結果が出てきたり、カズサアノテーションが出てきて、詳しいアノテーションも調べることができます。これは将来遺伝子を扱うときには、ぜひ遺伝子 ID とかで Google ということを覚えておいてください。で、カズサアノテーションのその SLL1867 に、赤い字で示されたアノテーションの数、ナンバーがあります。1116と今出ていますが、ここですね、カズサアノテーションで、検索した結果の中に、右上の方にそれぞれの遺伝子の右上の方にアノテーションがいくつついているかっていうのが出てきていますが、例えばこのSLL1867 のアノテーションを見たければこの1116というところをクリックしてあげますと、こんなふうに、ちょっとこれ、今みんなが一斉にやっちゃうと返ってこないかもしれないので、もし返ってこなかったらちょっとこちらのプレゼンの方を見てください。この SLL1867 という遺伝子に対するブックマークとしてはってついている、アノテーションが1116個ありまして、でそれは遺伝子の名前としては PSBA3 と書いてあるのが50個、 PSBA って書いてあるのが32個とかですね、 PSBA の3って書いてあるのが2個、 PSBA、I が3つ並んでる3で書いてあるのが2個とかですね、 PSB としか書いてないのが1個とかですね、いろんな書きようがあるわけですけれども、遺伝子の名前はこういうもので登録されている。でその下にずらーっと出てきているのが、これがパブメドの ID ですね、論文のデータベースの中の、ID でして、例えばこの、1222-8353 という論文の中には、この遺伝子が19回出てきていると。でこれ、字の大きさはそれぞれの論文の中でこの遺伝子が何回出てきたかということになります。だから、この字
の大きい方から順に見ていけば、まあ、この遺伝子に関する言及が多い論文が読める。でこれを全部取ってきて読み尽くせば、この遺伝子に関する論文が全部読めるということになります。でその下には、これを登録した人たちですね。でそれから、まあ、タグとしてこのそれぞれの、論文の、まあ、どこに書いてあるかとかですね、あるいはそれぞれの人がつけたコメントみたいなものがずらっと並ぶ。こんなふうに一個一個の遺伝子に対して、こういうサマリーのサイトを見ることができます。で、今のパブメド ID の中から、その例えば一つの ID をクリックすると、その論文の情報が表示されたり、そこからさらにパブメドに飛んでいくということも可能です。ですから、まあ、なおの論文を取ることができる。まあ、全文が読めるものであれば、ここから全文取りに行くことも可能です。今のこの PubMed ID の1228353というところをクリックしますと、この論文の著者とタイトルがざらっと出てきます。でここで、テーブルビューですね、この右下のテーブルビューというところをクリックしてあげます と、この遺伝子に対するアノテーションの、まあ、アノテーションの一覧というのが出てきます。この遺伝子の、このパブメドですね、この遺伝子が載っているこの論文の、情報の一覧が出てきます。つまり、SLL1867 というこの遺伝子がこのパブメド ID ですね、1228353の、論文でどこに出てきているのかというのが一覧できます。で、まあ、これテーブル5とフィギュア1234567891というところに出てきていると、まあ、いろんな実験やってんだなというのが分かります。で、まあ、この具体的なことは、まあ、論文によれば分かるということですね。まあ、こんなふうなデータをひたすら突っ込んでおりますので、まあ、光合成系の研究されている方にはダイレクトに、まあ、すぐ使っていただけるですし、まあ、これから植物の内容も充実させていくつもりですので、そういった、まあ、植物の遺伝、特に窒素固定に関わる植物みたいなことをやる場合には、これがかなり有用な、情報源になってくると思います。でその他にも例えば遺伝子で面白そうな遺伝子を検索した例とかですね、この辺に、書き並べておりますので、まあ、興味があるのがあったらぜひやってみてください。で、今もお話ししちゃいましたけども、ある遺伝子に言及した全ての論文を確認したいみたいな場合には、まあ、シネコシスティスに限るんですけれども、シネコシスティスと、遺伝子の ID あるいは遺伝子の名前で、引っ掛けると全部、引っ掛けてくることができます。で、先ほどお示しした花火みたいな図ですね、ああいう図はサイトスケープで書けるんですが、その時に使ったデータみたいなのをここに置いてあります。で、もし再現したければサイトスケープというものをダウンロードしてきて、まあ、Windows でも Mac でも走りますので、このデータを使って、書いていただくと、さっきのような、花火のような図がちゃんと書けます。で、その下に OpenID についてというのを書いてますが、まあ、OpenID を使いますと、カズサノテーションに、あなた自身が、うまく登録することができますので、ぜひ OpenID というのは取って、使ってください。で、統合 TV の統合 TV を使い倒すためにオープン ID を取得するというエントリーもありますので、画像で見ていただけると取るの、取り方が分かりやすいと思います。で、その他に、まあ、先ほどから出てきいくつか出てきてますけれども、カズサノテーション以外にも、統合 TV が提供するものを、まあ、標準認証サービスとして使えますので、ぜひ取ってみてください。で、まあ、カズサノテーションについてはこんな感じです。で、それから、まあ、おまけ的にカズサナビゲーションというやつとカズサウィキというやつをご紹介します。で、カズサナビゲーションというやつは研究者コミュニティの形成とか活性化を目指したサイトです。で、これは開いていただくと、まあ、カズサナビゲーションのトップはこの
まあ、最初はゲストさんということで、まあ、あのゲストをログインしなログインじゃないですね、ログインしなくてゲストのままでも見られるコンテンツはいろいろあります。ただ、オープン ID を取っていただいて、でここでオープン ID を入れてログインしていただくと、自分でブログが書けたり、あるいはコミュニティを作って研究室内の情報提供、情報共有に使えたりしますので、ぜひ、使ってみてください。まあ、そうですね、例えばここで、カズサナビゲーションの、検索窓の下の一覧っていうところをクリックしますと、今あのカズサナビゲーションに入っているログイン、ユーザーとして登録されている人 と、そこにあるコミュニティの一覧が出てきます。時間がかかるんですけど、開いたやつを、示したんですけども、まあ、ある学会で、やったシンポジウムの反省会みたいなことをやっているコミュニティがあったりですね、ジャーナルクラブ、まあ、これはあのユーザー制限がかかってますけど、参加者制限がかかってますけど、我々のラボの、ジャーナルクラブのサイトがあったりですね、あるいはトマトの研究者グループがあったり、植物研究のイベントがメーリングリストに流れたものがあったら時系列でガンガン載せていくみたいなこともやっています。あとはポスドク募集みたいなのも、ガンガン載っけている。で、勉強会のコミュニティがあったり、まあ、こういうふうにそれぞれの人たちの集まりですね、まあ、学会と言わないまでもある程度小規模な、コミュニティがあったら、ここにどんどんコミュニティ作って、情報交換ができるようなシステムになっています。例えばこの、植物研究イベント案内というところを見てあげますと、植物研究に関するイベントの案内があります、案内をどんどん蓄積してまして、このコミュニティフォーラムを見ますと、何月何日に、ここでこんな、学会がありますよとかですね、そういったトピックを我々の手でバンバン載っけています。まあ、こういうのってあの今までメーリングリストとかで流れてきたりポスターを見たり、しないといけなかったわけですけれども、こういうのをこのサイトを追っかけてさえいれば、まあ、植物に関することは網羅的に追っかけられるようにしています。で、何回か出てきましたけど、RSS というのがありますので、これをブラウザに登録しておけば、自動的にここにデータが、新しいデータが入ったら皆さんのところに自動的にブラウザにプッシュされるというふうになっていますので、便利かなと思います。まあ、それぞれの、中身を見ると、まあ、何月何日にどんなミーティングがどこでありますよみたいなことがあったり、で、まあ、RSS の登録の仕方とか RSS が分からない人は Wikipedia 見てねみたいなのが書いてありますので、後でどうぞご覧ください。で、最後に Wiki もやってます。で、これは Wikipedia と全く同じプラットフォームの MediaWiki というプログラムを使って、まあ、情報取りまとめをしましょうというサイトとして、作っています。で、これは wikikazusa.orgp でして、これを開きますと、まあ、どっかで見たようなミキペディアのような、ページが出てきます。で、これも自分で書き込むためにはオープン ID を取っていただければ取っていただきさえすればよくて、誰でもここに、情報蓄積ができるようになっています。例えばこの中で先ほども出てきましたけれども、トマトのグループがですね、相当な情報蓄積を行っていまして、カズサウィキトマトとかのキーワードでググっていただけますと、トップにこれも公開しちゃってますから Google に自動的に付属されてます。で、JSOL という日本のトマトの研究グループが、カズサウィキにまとめサイトを作っていまして、そこを行ってみると、マイクロトムという、まあ、実験用の小さい非常に小さいトマトの育て方とかですね、どういうふうに育てればいいか、どういうふうに実験したらいいかみたいなラボノートで、相互に共有すると便利な、情報みたいなのをガシガシ蓄積してくれています。まあ、こんなふうに公開しちゃっていいノウハウみたいなのがあったら、どんどんこういうところに載っけていただけると嬉しいかなというふうに考えています。で、研究会とかですね、同じことをやっている仕事の仲間とかの情報共有にぜひお使いください。
まあ、この カズサアノテーションとカズサナビゲーション、それからカズサウィキを、まとめて、ひとまとめにしてカズサアノテーションスイートと呼んでいまして、まあ、研究情報の蓄積と、それから、コミュニティの活性化みたいなのに役立つといいなというふうに考えて、提供しております。ちょっとすいません、長くなってしまいましたが、以上です。